以降第39潜水艦は、第2本帝国海軍が運用したイ・ジ5型潜水艦の20番艦。1939年の第4次海軍補充計画によって建造が承認され、1941年6月19日、佐世保海軍交渉で寄港。1942年4月15日に浸水。1943年4月22日に竣航した。 竣工と同時に、横須賀陳述席となり、訓練部隊である、第1艦隊第11潜水船隊に編入された。7月20日、第6艦隊第8潜水船隊第14潜水隊に編入。21日、イ39は、横須賀を出港し、オーストラリア東方沖に進出して紹介。8月9日、 エスピリットさんと島北型沖で米駆逐艦の攻撃を受けるが被害はなかった。9月2日駆逐艦4隻の護衛がついた輸送船3隻からなる輸送船団を発見するが攻撃に失敗。12日南位14度58分統計169度17分南位14.967度統計169.283度 マイナス14.967169.283のニューヘブリディーズ諸島東方沖で、米ガソリン用武器タンクヨグマイナス42を栄光して、パゴパゴからエスピリトサント島へ向かっていた、艦隊衛船ナバホを発見し、来撃。魚雷はナバホに命中し、同船は2分で船首から沈没した。25日、飛島中に航空機により爆雷攻撃を受けたため、損傷。 27日、トラックに到着して、修理を受ける。11月21日、E39 は、トラックを出港し、タラワ南ン沖に向かった。25日、懲戒区域に到着したとの報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、26日1156、米駆逐艦ボイドが先行中の潜水艦を、ソナー探知、爆雷攻撃を行い、 潜水艦を撃沈した。これが、E39 の最後の瞬間であり、艦長の田中真紀を仲裁下乗員九96名、全員戦死。沈没地点は、タラは南西60海に地点付近、南位03度10分統計171度55分、南三3.167度統計171.917度、マイナス3.167171.917。 1944年2月20日、ギルバート諸島方面で防失と認定され、4月30日に除籍された。撃沈総数は1隻であり、撃沈トン数は1280トンである。艦長たちの軍艦誌412から413ページによる、ありがとうございます。